ルマンのリエットリエットはパテに似たフランスの肉料理である。豚のバラ肉や肩肉を角切り、またはみじん切りにし、強めに塩を振って脂肪の中で簡単にほぐれるまで弱火でゆっくりと加熱し、脂肪分がペースト状になるまで冷やす。通常は室温に戻してパンやトーストに塗って食べる。壺等に入れて数ヶ月間は保存できる。リエットは豚肉の他に カチョウ、アヒル、トリ、ヤキン、ウサギの肉や、イワシ、マグロ、サケ等の魚が使われることもある。サルト県のルマン、トゥール、アンジュー等がリエットの産地として有名である。アンジューでは、リエットは、皿の上にピラミッド型に盛られ、頂上に豚の尻尾を飾って、客のもてなしに使われる。リエットの調理法は、ヤキン、ウサギ、ウオ等に応用されることもある。 ただし魚のリエットは豚肉のリエットのように油の中で煮るのではなくペースト状にするために脂肪と混ぜて作られる。柔らかく滑らかな口当たりが上質なリエットの条件である。キャセロールやホンデュのようにリエットには多くの地域ごとの違いがある。一般的にほとんどのリエットは室温でトーストのスプレッドとして食べられる。トゥール北部やアンジューの豚肉のリエットは 調理の過程で作られる濃厚な味と同色で知られる。これらのリエットはブラウンジャムと呼ばれることもある。隣接するサルト圏のリエットはより素朴な味わいで肉の塊は大きく色は薄い。カナダのケベック州にはクレトンと呼ばれるリエットと似た料理がある。ありがとうございます。